次、左プラス B で壁キックで避けよう。秘密のクリア方法もあるよということで、クリア率は 18.31% なんで、まあ一発でクリアできるんじゃないでしょうかね。頑張りたいと思います。いきまーす。壁キックで避けるということで、避けゲーですね。頑張りましょう。さ、どんな感じかな？ほ、あ、そういうこと？それで避けていけってことか。なるほど。これはなかなか斬新ですね。強制スクロールをこの砲台でやっていると面白いじゃない？あ、怖い怖い。結構、そこまで難しくはないけど、だんだんシビアになってくるんじゃないかな。下の方にいた方がいいのかな。道、安全圏があるよね。秘密のゴールがあるって言ってたけど、それも探したいけれども。怖い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 。いいじゃない、いいじゃない。最後の最後で。くっそ。ちょっと上の方に行って、下の方から迫ってくるから、それを見越して、ちょっと上の方に行って。怖えな、これ。ギリギリの勝負、ギリギリの勝負。よし。踏むこともできるからね、それも覚えとかないと。よし、ナイス。素晴らしい。いいじゃない。ポーって言ってるね。ナイスゴールです。ありがとうございます。よし、いけた。そうだと思ったよ。これが秘密のゴールってやつでしょ。で、俺多分走り抜けてればゴールのところまで行けるって、そんな感じだと思うんだよね。これベストタイム狙えるんじゃないか、もしかしたら。いや、でもさすがに気づいてるからみんなこれぐらいは行ってるか。さあ、どうでしょう。ゴール結構遠いんだな、これ。砲台も結構早いと。あれ？これ行ける？行けたけど、ああ！ここで降りるのか。なるほどね。この方も邪魔だな。嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。戻されていく、私。積んだわ、これ。砲台の下はもう通れないし、ね、左に行く一方だからね、完全に積んでます。ありがとうございます。ここで、怖い。ああ危ない危ない危ない。弾かれるところだったぜ。でもなんと、もう一つの秘密のゴールもね、見つけることができました。ありがとうございます。やったぜ。次、メイメイロ、ショートメイズということで、クリア率 26.77% なんですけど、サムネ見る限りめちゃくちゃすごいことになってますね。どこがどうなってるのか、非常に楽しみですね。やっていきましょうか。いきまーす。メイメイロ、ショートメイズ。わお。これはこういけばいいのかな。ちょっと待って。これ何、キノコ。待って、キノコみたいなの取りたい。お、コインか。雲で、これ行って、あれに乗っちゃうと右側にな、針に当たっちゃうから、これ登って。ちょ、むずいぞ、これ。歩ぶってる。スター取りてえな、あれ。で、落ちて。怖い。で、今度はこっち側に触らないようにして。ちょ、待って、どこがどこだかわかんねえな。これはこうでいいのかな。やめて、戻される。で、炎のタイミングを見極めて、目がチカチカしてくる、これ。やばいな。で、こっち側行くでしょ。で、これちょっと一応出しといて。あ、キノコが降ってる。あそこキノコ取りてえな。で、これは、こう行けばいいかな。あ、ファイヤー。ファイヤー取れねえのか。どれが取れるかわかんねえな。で、ちょっとやっぱりキラーだけには気をつけた方がいいね、キラー。あと炎。で、これは、こうか。で、扉に、え？あー、なんか落ちてきた。どういうこと？ゴールなのかよ、そこ。全然わかんなかった。あ、なんかいつの間にかゴールされた感があるんですけど。いや、面白かったね。発想の勝利なのかな。ありがとうございます。次、走るな危険、初めから歩き続ければ大丈夫、キープウォーキングということで、ものすごいファイヤーが飾られていますね。歩けば大丈夫、走らなければ大丈夫と。私普段 Y ボタン押しっぱなしなんですけど、それをなくせばいいんですね。わかりました。行きましょう。走るな危険、初めから歩き続けてれば大丈夫、キープウォーキング。最初から歩けなきゃいけないね。一瞬止まっちゃったから歩き続けると。よし、いきなり十字キー押したまま落ちますよ。大丈夫？キープウォーキングだから歩き続けてればいいんだよね。ほぼ半自動前だと考えていいんだよね。怖い。ギリギリじゃねえか、ほんとに。怖いな、これ。しかも下がちくわブロックっていうのが怖いわね。よし！めっちゃ簡単だった。なんであんなクリア率低かったんだろう。キープウォーキングの意味がわかんなかったのかな。もうとりあえずクリアしました。ありがとうございます。次。楽しい酒芸、余計芸かな？余計芸というか酒芸のプロの私なら一発でクリアできるんじゃないですかね。クリア率も 16.44% です。行きましょう！楽しい余計芸。お？さ、何を避けるのかな、最初は。なんか降ってきましたね。1アップキノコ。かぶれるのかな、これ。よっ、あ、かぶれた！ラッキー！しかもたくさん出てくる。いつでも OK。で、パウがありますけど。パウに乗っても入れない。これは多分こっち側から行っ
て、あれいけねえ。こ、え、で、あれに乗って、パワーを動かすんだよね。あれ？これ入れねえよ。もしかしてメット被ったら積んじゃうとかそういうこと？それはさすがにないよね。よし。で、パワーを落としてあげると。あ、これで乗れるようになるって感じ。うわー、キラーちゃん、こいつを下げていけって感じか。なるほどね。で、乗って、上のタイミングで入ると。さあ、次は？おー、嘘でしょ？怖い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 。あ、めっちゃ来るんだけど、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。なんか上にも、あ、すげえ、あの雲の上に溶けて乗せられるんだ。でもメットがあれば、ある程度は。さあ、さあ、よし、ナイス。これでも勝ちゲーでしょう。下のあの雲奪いてえな、なんとか。うわ、めっちゃついてくるんだけど、めっちゃついてくる。怖い怖い怖い。下からは踏めば大丈夫だし、横からの砲撃が怖いわな。あ、ここで補充もできると。ナイスナイス。いいですか？タイミングゲーだね。あ、これちょっとでもずれると。受けられない。あ、上、上、針来てる、針来てる。針も怖い。うわ、これは、タイミングよく。ほっ！あここは、あえて当たって、無敵時間を利用してこれを被ると。素晴らしい、完璧じゃない。いいじゃない、いいじゃない。こっちの方が強いからね、上位互換なんで、これを被りつついけば多分大丈夫だと思う。さあ、そろそろゴールなんじゃないか。また被るやつあるよ。スター欲しいな、スター。スターは常に欲しい。あのトゲがマジ怖えわ。あいつだけ倒しとくっていうのも手かもしれない。さあ、あれ？これどこがゴールですか？あー、落ちてきた！やったやったやった！ゴールと！素晴らしい。難易度的にはそこまで難しくなかったけどね。タイミング合わせで大砲が出てきてくれたんで、いいじゃない。ほぼ無敵状態でいきましたね。ありがとうございます。次、4色の城、フォーカラーズキャッスル。クリア率は 16% ぐらいなんですけれど、結構長いステージなのかな。頑張っていきたいと思います。いきます。ベストタイムで2分22秒だからね。4色の城、フォーカラーズキャッスル。わあ、クッパ城ステージね。炎が来る感じか。頑張りましょう。まあ、キャッスルって言ってるからね、クッパ城なんでしょう。あ、海の世界。扉が2つある。クラピカリロン。でもちょっと手前から行ってみようか。こっち側は？お、なんだろう、この四角。靴もあって、キノコがある。これは？お、ヨッティ。え、ブブーなの？ダメなの？ここ。もうじゃあこっちの道は違うと。まあ、キノコ手に入れただけでいいのかな。で、右に扉あるけど、多分、これ、右側の扉入ったらあそこに出るんじゃないかな。よいしょ。入りますよ。閉じ込められるって感じ。あそこでもなかった。これ、あ、またキノコだ。これのモノマネに定評があるという。誰も定評してないけど。お、これで？こんなが出てきた。今度は？おー、すげえ！これ初めて見た。これ、こんなの持ってないよ。これ最近のアップデートで加わったのかな。ゲットしとかないとね。B スイッチを多分押して、あ、ブブーだって。じゃ、押しちゃいけないってこと？押してはいけない。ちょっと先進んでみる。あ、これさ、水中で雲を置くとさ、あえてゴーグルかけるんだね。知らなかった。さあ、ここは？うわ。これは？キノコだね。もう先進んでみる。全部多分コインだと思うけど。上！上ってどうやって行けばいいの？あそこにあのクラウンがあるから、あれを利用するんだろうけど、今はいけないのかな？それともこっち側に隠しブロック的なものがあるとかいうわけでもない。今のところはまだいけないって感じなのかな。後で来ましょうか。ちくわブロック。覚えておいてくださいね。で、左側は、このピンク色のサンゴ礁のなんか死骸みたいなところ。これが、あ、あった、クラウン。これで行くのかな？溜めて、よいしょ。あれ？壊せないの？これ。ほっ。あ、こっち側壊せねえんだな。でも下で上行けない。あ、何になった？あ、木の実が、ウィンガー！こっち側まだ行けないのかな？左側も行けそうになかったし。ちょっと謎が謎を呼ぶ展開というか、ん？クラウンでここ来るのかな？クラウンの状態じゃあ、ここ、土管入れないもんね。あれ？やばい、積んだか。あ！これでいけるってことか。なるほど、上の方のブロックだ、叩いちゃうと、道が塞がれちゃうけど、こっちなら OK ってことか。なるほどね。それは気づかなかったわ。で、あ、クッパ様だ！やったぜ。これちょっと欲しいな。よいしょ。我が輩のものである。そう。部下はね、上司のね、言うことを聞きなさい。靴を汚しなさい。追い剥ぎです。よし、いいぞ。で、中は入れないと。さあ、こっち側行きましょうか。時間はまだ余裕あるみたいだからね。これはお、わーだって言っちゃって。イエーイエーだ、でっていう。これもいけないもんね。クラウンをこっちまで持ってこれればいいんだろうけど、P スイッチでこれをコインにする？ P スイッチであれコインになったっけ？あれか、ヨッシーみたく、ほ、脱ぎ捨てればいいんだ。あ、なるほどね。これで行くと。いいじゃない。で、上って書いてあるね。こっち側は？あ、下に降りる感じか。クラウンを手に入れるために、ちょっとじゃあ、行きましょうか。で、これ多分中入れるんじゃない？あ、違かった。
ピンポン。あ、これで道が壊されて右へ進めるようになるってことね。じゃあ3つの扉、あ、4つの扉全てをクリアすればいいってことか。なるほど。で、これで第1段階終了ってことか。うわ、難しいな。これ時間かかるぞ。もうすでに時間制限がもうないしね、ほとんど。これは大変だ。で、撃って、で、ここで壊せないかな。あ、壊せた。おお、すげえ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 。こういう仕組みなんだ。お、これすげえな。なるほどね。これでいろいろな方法があるわけだ。一個一個やっていくとすげえな。もうね、ひらめいた瞬間がすげえね、すっきりするね。すっきりすー。いいぞ。これで二つ目、オッケー。さあ、三つ目。これで一つ一つに攻略法があるわけだから、考えていけばいけるはずなんだよね。さあ、どうするか。で、こっち側はオッケーと。この状態で右側行って。どれの？あー、爆弾出てきた。あー、これで爆発させると。早く戻って、早く戻って。くっそー、ここに来て最初からやり直しか。でも分かったね。一回入って、で、爆弾を出して、あそこ壊して戻るって感じね。あれ、戻るの大変だな。すぐ入って、すぐ踏んで、すぐ戻る！戻れー！あぶねー！キリッ！あれ？でもどうやって戻ればいいんだ、これ。戻り、あの、一方通行だからね、戻れないじゃん。何か方法があるはず。多分この甲羅を奥にやるんだろうけど、これ踏めないしね、靴マリオで踏んでも、倒しちゃうもんね。このピー、あ、なんとなく、ちょっと今分かったかもしれない。このピースイッチをうまく誘導して、で、こいつの方向を変えればいいんじゃない？進行方向。今さ、これさ、さ、ずーっと回転してんじゃん。で、これをちょっと狂わせることによって、移動方向を変えて、右側のブロックを移動するようにするとか、そういうさ、なんか、高難度テクニックをするとか、そういうこともありそうだけど、あーはーはーになっちゃった。これで、積んでみるとか、これ。お、どう？これで上の方行くんじゃない？お！あ、で、あー、そっち戻っちゃうか。ここじゃないと。もうちょっと右側かな。もうちょっと右側に。ちょい、ちょいっと。触れない。ちょいって言って、ちょいっと。お、ダメだ。一回踏もう。一回踏んで解除して、多分この方法で合ってるんじゃないかな。こんな感じで、行く方向を逆にするとか。で、右側の壁に伝えらせることができればできると思うんだ。これを右側にちょっとやってみるか。これ難しいな。お。よし、これで真上に。あ、これでいけんじゃない？これでツイート行って、右側に行け！よし！これで多分、爆弾を落として道が開かれるんじゃない？来たこれ！やったぜ！これ面白いね。よく考えついたな、こんな。よし。で、これ中に入ると、三つ目。よし！あと一個だね。あと一個は多分簡単。もう見当はついてるんで、あとはそこをやるだけと。よし。すごいな、これ。謎解き要素。全部ね、一瞬じゃ思いつかなかったわ。すげえ考えさせられるやつだったけど。で、これはすぐ分かったね。あの浮き輪があるから、あの浮き輪に触れちゃうとバネで、弾かれてしまうんですけれど、この靴を多分脱ぎ捨てて、で、下のあの音符ブロックに当てる形にすれば、いけるんじゃない？ここで。で、普通にこうやって踏んじゃうと、こうやって弾かれて音符ブロックまで届かないけど、ここで脱いで、これで道具だけを透過させると。素晴らしい！いいじゃない？で、うわ！あ、こいつを踏んで、あ！そこにキノコあるのはちょっとひどいわな。わーじゃねえよ。完全に罠だったわ、それ。で、これちょっと一回りしようか。で、ここに多分キノコ入ってるから、キノコを取って安全圏にしつつ、イエーいいじゃない？扉の先に多分また、爆弾があって、キラーの砲台をね、崩せると思うんで。これ当たりそうで怖いな。よ、ほ、よし。ラスト1個。来たこれ。よし、これで通れるようになるってことだね。時間との勝負だわな、これ。多分一発初見じゃ無理なんじゃないかな。うん。かなりね、悩まされるステージでしたけど。よし、これで右側に通れるようになってるからゴールなんじゃないかな。4つの城って言ってたから多分もう全部の城クリアしたよね、4つ。いいじゃない。ピンクの城とちくわの城、緑の城と氷の城。それを全て乗り越えたところの先には、ユートピア。じゃなかったわ。まだ続くんかい。あれおかしいな、これ。あ、ピンポンだって。ありますよ。はい。ピンポンって言ってたのに、閉じ込められてどういうことなの？あれ？ああ！なに？あ、牢屋みたいな感じ？助けて助けて！え？これ入れんの？入れるのか？なんだったんだろう今の、怖っ！あ、中間地点マジかよ。ゴールかと思ったのに。まだ中間なの？俺もゴールする気満々だったのに。これは甲羅で壊せるやつだね。お、右側になんかいるし。危ね。
あれこれいけない、もしかして。こっち側からさ、ほ、あ、当たらない。右側からは当たらない。じゃあどうすりゃいいんだこれ。これ持てないもんね、だったアイテム。ん、あ、わかったわかった。お、落とすってことね。一回落としてここで踏むと、あ、そっち消えちゃった。こっち側で、ほ、ほ、ぽぽぽ、うっせえな、あ、まずい、危ない危ない、怖い怖い。ほ、で、すぐ蹴る、オッケー。で、怖い怖い怖い、蹴る、よし、ナイス、いいじゃない。入れないっつまさかの入れないってどういうことなんだよ。ピンポンって言ったから合ってることは合ってるんだよね。どういうことだろう。ん、ああ出てきた。なんだよ、そっから出てくんのかよな、入れないからって。はしばしばで、上、上行けってこと。あ、爆弾出てきた。これで蹴って、そっち側行くと。なるほどね。よし、いいじゃない、いいじゃない。蹴って当てると。素晴らしい。二重のが、出てこねえのかよ、また。今度もまた右からなんか出てくるでしょ。あ、スタッ、はい。これで、こっち側行けるようになった。ポー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 、マジうっせえ。で、これは銃は撃てないから、多分このまま上に行くんで、スター取っとこう、スター。スターは大事。シュシュ。で、スター取って上行って、そのまま上行きます。で、あー、やっとゴールだ。中間地点からゴールまでは短かったんでね。よし、OK です。いやー、最初の4つのクイズがかなり難しかったですね。ありがとうございます。